張らないでよ。何？どうしたの？なんかよ。眠い。起きる時間？もうちょっと寝かせて。撮影の長引いて疲れてるんだ。ほんと、俺がヴァンパイアじゃなかったら過労死してるって。ほんとかわいそうな俺。というわけで、危ねえ。M 猫ちゃん、いつの間に隣に来たの？帰りが遅かったから俺のベッドに来てくれたのかな。そうならそうと最初から言ってくれれば。え、違う？ん？あれ、ここ俺の部屋じゃないね。おかしいな、全然覚えてない。ヘトヘトで眠くてたまらなかったからかな。間違って M 猫ちゃんのベッドに入っちゃったのか。きっとさ、奇想本能だけで俺はこのベッドにたどり着いたんだね。ここが俺の帰る場所だって俺は無意識に思っちゃってるのかな。要するに君のそばが俺の居場所ってこと。ねえ、このままここで寝てもいい？ダメ？そう言うと思ったよ。だってさ、俺の帰る場所が君のところだとすれば、君が帰る場所だって俺のところだもんね。よかった。君のその笑顔が見られただけで疲れが吹っ飛んでく気がする。ん？俺の体を心配してくれるの？嬉しいな。M 猫ちゃんってほんとおバカさんで可愛いよ。俺がヴァンパイアだって知りながらもそう言ってくれる君が好きだな。わかってる。君の言う通り無理はしない。約束ね。でもその代わりと言ってはなんだけど、ご褒美をちょうだいよ。そう、ご褒美。君がくれるなら何でもいいよ。例えば、頭撫でてくれない？君に触ってもらいたいんだ。いい感じ。君に撫でられるの気持ちいい。もっといっぱいしてよ。くしゃくしゃーって髪の毛混ぜっかいしてさ。別に怒らないよ。朝起きてどうせ整え直すんだしね。ほら、もっともっとして。してきちゃったな。髪の毛ってさ、人に触られるの気持ちよくない？あ、結構好きなんだ。
そうなんだよね。世間が俺をほっとかないみたいで、最近仕事の量が増えちゃってさ。まあ俺、頼られると断れないっていうか、必要とされると嬉しくなっちゃうんだよね。人間だった時に何にも役に立たないやつだったせいかな。その時の反動？なーにその顔。俺の過去を思い出してかわいそうな気持ちになったな。でも事実だし仕方ないよね。そんなわけだからちょっとの無理には目をつぶってね。その代わりオフの日は M 猫ちゃんにたっぷりお付き合いするからさ。はいはい、ルキ君にも言われてるからその辺は大丈夫。なんだっけ、過ぎたるは泳ぐ猿か今年。それそれ、泳ば猿が今年ね。だから無理はしすぎないようにする。ほんと M 猫ちゃんってば心配性だな。ねえねえ、あのさ、仕事をセーブしろっていうのはさ、俺の体のことが心配だからって、それだけの理由？それとも、俺が一生懸命アイドルしてると、一緒にいられないから、とか？なんだつまんないの。俺は一日君に会えなくて寂しい日とかあるんだけどね。M 猫ちゃんはそんなことないんだね。はぁ、ひどいなぁ。俺は君とずーっと一緒にいたいって思ってるのになぁ。ちょっとショックだよ、俺。ねえ、なんでそんな困った顔してるの？こっちおいでよ。ほら。なんでそんな顔をするのか、俺が君の代わりに答えてあげようか。本当は俺に会えなくて寂しいから仕事をセーブしろって言ったんだよね。俺にはお見通しだよ。ほんと M 猫ちゃんってば可愛いね。いいよ、君が望むならアイドルなんてやめちゃうよ。確かにやめてほしいなんて言ってないけど、そのぐらい言えばいいのにって思ってさ。君のわがままなら何だって聞いてあげるのに。なんなら今すぐマネージャーに電話して。ダメって？なんで？俺がそうしたいって言ってあげてるのに。俺が君だけのものになるのは嫌なの？これでみんなのアイドルコウ君を独り占めだよ。みんなに悪い？何それ。よくわかんないな。俺が君だったら喜んでやめてって言うんだけど。まあ M 猫ちゃんらしいね。あ、それともさ、ひょっとしてアイドルのコウ君が好きなのかな。
違うの？まあいいけど。ほんと、君って可愛いけどバカだね。だって、他人のことを考えて自分の幸せを取らないなんて理解できないし。俺は、M 猫ちゃんは俺だけのものだって思ってるよ。絶対誰にも渡さない。万が一、他人の手に渡りそうになったら、俺は何をするかわからないな。なのに君は、俺を独占したくないの？え？俺の楽しみを奪っちゃう。へえ。そんなこと考えてたんだ。びっくり。ほんと、君って M 猫ちゃんだよね。俺のために自分は我慢する、なんてさ。でも、俺のためだから我慢できるんだよね。バカだなんて言ってごめんね。許してくれる？よかった。ありがとう、M 猫ちゃん。アイドルの仕事が自分の楽しみになってるなんて自分では思わなかったけど、言われてみれば確かに最強の暇つぶしではあるよね。ほら、ヴァンパイアだから時間だけはたっくさんあるでしょ。大抵のことでは死なないし、だから持て余しちゃうんだよね、時間をさ。アイドルやってなかったらひょっとすると退屈で死んじゃってたかも。待って、俺死なないんだっけ？ねえ、手貸して。ほら、俺の手に重ねて。指と指を絡ませて。こういう握り方ってさ、恋人つなぎって言うんだって。俺たちこうしてると普通の恋人同士みたいじゃない？あ、みたいじゃなくて恋人同士だよね。ごめんごめん、間違えちゃった。ね、こっち来なよ。ほら、もっと息が触れ合うくらいに近づいて。ん？どうしたの？くすぐったい？じゃあ、もっとしよっかな。ほらほら。君の弱いところはお見通しなんだよ。ほらほら。王さん、そう、じゃあやめたんよっかな。罰としてもっとコウ君の胸の中にいること。いい？うん、でもこれじゃあさっきと一緒だし、罰としては足りないか。M 猫ちゃんにはもっと刺激的な罰を与えないとね。こんな風に。ずいぶんと気持ちよさそうだね。
こんなんじゃお仕置きにならなかった。それはそうだよね。でもその顔可愛いから特別に許してあげるよ。はあ、すごく疲れてるはずなのに、君が可愛いせいで眠気が飛んじゃったみたいだな。どうしようか。何？なんで急に起き上がるの？はあ、なんでいきなりそうなるの？別の部屋に行くとかわけわかんないんだけど。ちゃんと寝ないと疲れが取れない？まあ君の言うことにも一理あるけど、俺はね、君の隣で寝た方が深く眠れる気がするんだよね。なんでか教えてあげよっか。答えは簡単。エムネコちゃんあったかいんだもん。ポカポカしてるその体がそばにあれば安眠間違いなしでしょ。君を抱きしめるたび感じるこの暖かさ、やみつきだよ。一度でも味わうと手放せなくなるんだ。ちょっと肉付きが足りない感じはするけどね。気にしてるんだっけ。でも安心してよ、俺にはちょうどいいんだもん。あれ、なんだか君の体熱くなってる気がする。どうしてなのかな。ねえ、なんで？あれ、バレた？君をからかうのって楽しいんだもん。ねえ、そういうわけだからここで寝てもいいよね。まだ悩んでるわけ？君って案外頑固だな。いつもならすんなり寝かせてくれるのに、どうして今日に限って。あ、なるほど、そういうことか。わかんないふりなんてしなくていいよ。隣で眠っていいのはいけないことをするときだけって、そう思ってるんでしょ。それならそうと早く言ってくれればいいのに。いいよ、いけないことしよう。で、じゃあ何すんの？今のはちょっとイラってきちゃったな。なんで突き飛ばすんだよ。ねえ、俺のこと好きなんだよね。確かに疲れてるけど、そこまで気にするほど俺ってやわじゃなくない？要するに俺とそういうことしたくないってことだよね。ふん、違うって言われてもなんとか信用できないんだけど、どうすれば許せるのかって。そうだね、君から俺にキスしてきてよ。それで許してあげる。ただし、ちゃんと唇に。軽くじゃダメだよ。自分から俺を楽しませるようにさ。どうする？やる？顔真っ赤にしちゃって。でもキスするまでは君を許さないよ。さあ来なよ。
そう、上手だね。よくできました。今のでいいかって？さあ、どうしよっかな。エム猫ちゃんは許してほしいな。ごめんごめん、つい意地悪しちゃったよ。でも君が悪いんだろ、いきなり押すなんてさ。昔の俺だったらきっと切れちゃってたな。気をつけてよね、君を怯えさせたくないんだから。そうそう、女の子は素直が一番だよ。ダメだ、さすがに眠気が。そろそろ本気で寝ようか。寝不足はお肌の大敵だよ。君だってお肌がガサガサのコウ君は嫌でしょ。俺も嫌だし、だから君も俺のためにちゃんと寝てね。おやすみ。もしかして俺に何かされるんじゃないかって気になってるんじゃない？図星？隠したって分かっちゃうんだからね。だってさ、君の体こわばってたもん。緊張してるんだなってすぐに分かったよ。エム猫ちゃんってほんとエッチだよね。そんな君嫌いじゃないけど。まあ大丈夫だから安心して眠ってよ。さっきから言ってるでしょ、俺今かなり眠いし。じゃあ本当の本当に寝よっか。だから聞いたんだけど。やっぱりそうだよね。じゃあ今日は俺が眠れない君のために特別にお話を聞かせてあげる。聞きたくない？え？何？エム猫ちゃんどうかして？いきなりどうしたの？また辛くなった。なんで君が辛くなるの？わかんないんだけど。
登場してくれてるってことなのかな。やだな、今更じゃん。別にそういうつもりで言ったわけじゃなかったのに。いいんだ、謝らないでよ。でも俺はもう本当に昔のことは何とも思ってないんだ。だからね。もう眠くなるように話をしようと思ったのに、とんでもない地雷踏んじゃったな。今日はもうおとなしく寝よっか。おやすみ、エムネコちゃん。明日はようやくお休みだから、起きたら一緒に出かけようね。まずはたくさん寝てからだけど。エムネコちゃん、ありがとね、俺を選んでくれて。